さん、お母さんにもらった体を使い切れば野球が絶対上手くなるよ。絶対上手くなる。どんどん上手くなるとどんどん課題が出るからね。頑張ってやっていこう。課題を頑張ってやってるかな。野球は失敗がつきものだよ。自分の失敗を分析するんだ。分析して練習しよう。そして次に成功するんだ。絶対成功するよ。結果が2ヶ月後に出るからね。頑張ってやろう。課題を頑張ってやってるかな。試合での失敗も必ず身になるよ。失敗はいいんだよ。失敗の原因を突き止めることが大切なんだ。自分に振り返って練習しよう。弱気になってもいいよ。だけどずっと弱気じゃダメなんだ。なぜ失敗したか自分で分析することが重要だ。練習は辛いかもしれないけど、自分の気持ちが楽になったり動きが楽になったら上手になってる証拠だからね。頑張ってやろう。必ず上手くなるからね。